ご視聴ありがとうございます。岩手県の子供の滝をお届けします。迫力があって素晴らしい滝です。こうした降りていく通路があります。こちらにはなぜ子供の滝と呼ばれるようになったのかというのが書かれてあります。天魚が舞い降りて遊んでいた。そしてこの滝で羽衣を洗っていたんですね。
天にも存在した時代に生まれて会ってみたかったですね。